の幼子は君だろ。まだ何も知らないとはいえ呆れるほど能天気な顔だね。ちっちゃい私にまで文句言わないで。それに今は母様。エミリア、今から大事な用事があるの。だから部屋でおとなしくしていてね。また大事なご用事？エミリアの銀髪は兄さん譲りね。でも優しい顔立ちはお母さん譲りだわ。うちのはみんな目つきが悪いもの。私フォルトナ母様の目好きだよ。フォルトナ母様はお父さんの妹なの。本当のお父さんとお母さんは忙しくて一緒にいられないからって、私はフォルトナ母様に預けられていたのよ。つまんない。嘘とか隠し事はダメって母様は私に言うくせに。ねえ、お外行きたいな。妖精さん？あ、ずるい！待って！フォルトナ母様たちも隠し事をしてるんだから、お合言だもん！こそこそ。